あ、雑巾いっぱいあるね、新学期。名前つけれない。あ、名前つけれない。じゃあこっち名前つけ、あ、名前つけあるから学校雑巾にしよう。これ横が良かった。名前別に横に書けばいい、どっちでもいいじゃん。いや、じゃあこれしおちゃんはあるの。あ、でも1枚でいいんだっけ、学校に持ってくの。2枚1人。じゃあ一応もう1個買っとく。2枚だよ。じゃあこれ2つ。名前書いてあるのと、うん、書いてないの。そうなの、2枚持ってくの、うん、洗濯バサミあるよね。うん、うん、洗濯バサミ、うん、うん、家にある。あ、家にある。どっか行っちゃった。えぇ、ー、家にある、家にある、家にある。リミのもある。うん、ほんと。前買ったじゃん、あの気持ち。ああ、あれでいいの。うん、うん、あれがいい。よし、じゃあ行こう。それあるのね、しーちゃん。あるよ、ね、オッケー。どこにあるか分かる。じゃあ、あと上履きだね。上履きだけちょっと新しいのにしよう、そう、新学期だからね。はい、じゃあ100均ではこれで大丈夫かな。もう切っちゃう。もう切っちゃう。ペットボトルに入れられるの。え、水入れたら。うん、あ、違う、ペット水のペットボトルにこれ入れると麦茶になるの。だから麦茶が飲みたいときはこれ入れればな。へえ。どこにくっつけるの。中に入れちゃうんだよ、ペットボトルに。ないの。つけるんだよ。今日食べたやつだ。ん、あ、そうそうそう、食べたね。見て、食べるの麦茶を。少し苦いんだ。あ、見て、ゆみの好きなやつ。ストーンチョコ、うん、何それ。石の形。石のチョコなんてあるんだ。ほら、うん、石の形。本当だ。はい、じゃあレジ行きます。はい、上履き。上履き21。どっちかの23か 23.5。 うん、試し履きしてみる。リミは今まで21かな。どう？ぴったり。ぴったり？一応 21.5 も履いてみる？ちょっと脱げる。あ、本当？きつくない？うん。じゃあそれにする、リミ。うん。今はね。うん。21.5。うん。私より大きいの？なんで25なのよ。今履いてんの21でしょ。ほら21、どこが25なの。こんな5。あ、20.5 ね。20.5 だよ。25じゃでバカでかいよ。23.5。 すごいね、ちーちゃん。ちーちゃん 23.5？ 20… あ、でも緩くない？23がすごいきついのよ。そんなに。23がパカパカ。ちょっと25バカでかすぎだよ。でっかいよ、それ。23、目の目の。じゃあ23、もう一回履いてみて。ね、どうしてでっかいのかさ、うん、めっちゃさ、でっかく書いてあるの？わからん。23でいっか。23でいいよ。23.5 の上履きでかでかだよ。21。1で平気？うん。じゃあそれにしよう。あ、平気。うん。あ、もう、今もう21なんだ。でかいね。よっしゃ、決まり。決まり。もう大丈夫かな、新学期の準備は。何？え？安い。安くないよ、2600円だ。君は3000円だったんだよ。ね、見て、国語とかでっかく書いてあるよ、このノート。すごいね、1年生用かな。これね、めっちゃ普通に書いてある。これね、知ってるこのノート。うん、あ、お宝詰まってるんだ。見て、これお名前シール。本当だ、お名前シールいるかな。一応こうやってさ、名前書いた上にシール貼れるから消えにくくなってる。うん、じゃあお名前シール一つ買ってみるか。そんなもんかな。ね、これ幼稚園の時のノリじゃない。私幼稚園の時のノリじゃなかった。あ、違うのか。似てるけど違う。ノリ、
海苔ないんだ、それ買おう。あれ、私今海苔何使ってたっけ。海苔大丈夫、しーちゃん。忘れちゃった。新学期だからね。海苔だからこの海苔。うん。私これの小さいのあ、アラビックいいじゃん。アラビックヤマト。なんかさ、ちっちゃいのコンビニで売ってない？コンビニで売ってる。コンビニでなんかミニなの売ってるよね。でも学校でそんなミニでいいの？ダメでしょ。ダメじゃないかもしれないけど、すぐなくなっちゃうんじゃない？そんなことない？ミニ買ってるじゃん。しーちゃんはね、シンプルがいいんだよ、いいんだよ、それで。ね、液状のりってない？普通に書いてあるね、液状のり。ん？液みたいなドロドロしたのりってこと。どうして笑うん？ちゃんとね、ひらがなで書いてあったから液状のり。いいじゃん、いいじゃん、すりみちゃん用。わかんない。はい、じゃあのり OK、うん、あとは平気かな、ね、あとはもうバッチシだね。どうしたりりみ、なんで怒ってんの？ママが笑ったからだ。ごめん、リミちゃん。ごめんね。靴下は？靴下買ってく？安いじゃなかったっけ？ 10% オフ。安い？ 10% って。でも、黒い靴下使うんじゃないの？使うね。これ、1個買ってく？使うね。靴下1個買ってこうか。1セット。リミとシホ共通だしね。でも、22から24だよ。うん、リミちゃんちょっとでかいか。22でいい？いいよ。24。うん。あ、でもこれ、ざっとこれ短いやつじゃん。長いやつがいいんじゃない、まだ。そうだね、ハイソックスにしよう、まだ春だけ。それ24から。それから？うん。そうだね。え、それスクールソックスだからハイソックスじゃないってこと？ハイソックス。あ、いいんだ、いいんだ。じゃあそれに変わって。ねえ、邪魔しないで。私今一瞬ビビった。ねえ、びっくりしたよね。いい、このキャップ。電球。これ消しゴム。うん？え、雨みたいな消しゴムだね。そう。ちっちゃい、あるよ。チョーペンだ。鉛筆。本当だ。鉛筆探してきたの？鉛筆と、うん。お、定規。ビーがある。お、これゆっちが持ってた。うん？あ、お友達？へえ、これ持ってた。かわいいね。私も惹かれて一瞬買おうと思ってた、うん、友達が持ってたから。でも紫さ、そうだね、ピンクもあったんだよ。でもね、お友達が持ってるのを一緒に買うもう嫌だね。そうね、真似したと思われちゃう。そう、鉛筆、うん、え、これ鉛筆じゃないの？シャーペンだよ。あ、これシャーペンなんだ、うん、かわいいね。鉛筆かと思った。鉛筆だったらかわいいなと思った。鉛筆だよ。うん、それは鉛筆。うん？あ、うん、赤青鉛筆。リミは鉛筆大丈夫？私シンプルが大好き。リミは鉛筆大丈夫ね。え、かわいい。どれ？かわいすぎる、このプープー。あー、プーさんの。ちっちゃ。キャップ？かわいい。キャップも随分いろんなものがあるんだね。ね、ここ全部キャップだよ。めっちゃ全部キャップだよね。すごい。ありすぎでしょう。ありすぎ。迷っちゃう。見て、男の子が使えそうなキャップ。え？男の、あ、本当だ。男の子が使えそうなキャップもあるんだね。他は全部女の子っぽいね。うん、やっぱ女の子がメインでしょう。リミ、かわいい鉛筆があるよ。リミ、かわいい鉛筆あるよ。カントリーマーム。カントリーマーム？どれ？カントリーマーム。あ、かわいい。これ。あ、これ。これなんかお友達がくれたよね。った、うん、これね、お友達が持ってる。うん。そう、いつもね、目印にしてるね、M&M のね、置物がなかった。そう、うん、M&M
たって言う。皆さん、こんにちは。スリーチャンネルさんと、はい、ジークで今回はですね、世界堂に来ています。ということで今回、世界堂でね、いろんなものを買っていきたいと思います。文房具屋です。種類がいっぱいあるので、はい、世界の文房具がいっぱい、世界の文房具があるんだって、すごいね、本当は塗られてる。行ってみよう。やってみる、うん、いいよ。どうやったらいっぱい入るの？時間ない。これっぽい、素敵だよ。ちょっとすごい丁寧。うん。なかなかでもうまく入らないんだ。うん。それがもう、これが一番ベスト。そうかな。うん。あ、切れちゃった。うん。ごめんなさい。うん。もう、顔はまた違う種類。大丈夫です、これ曲がっても。もう閉まる。もうちょっと押しても切れないように。お、あ、ギリ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 つく気もする。うん、いけるね。じゃあ閉めちゃう。ずれてるけどいい。うん、でも、こぼすの、こぼせばいいんじゃない。うん、もう切れ、見て、はい、切れた。すごい、いっぱい入った。12個、12個、12個入ります。すごいじゃん。頑張れ、頑張れ、頑張れ。はい、2人とも12個。そしてこれ、え、これ欲しい。欲しい。何、2個か。色鉛筆。色鉛筆。うん、すごい綺麗だね。3000円。3000円もすんの。買いたい。これはあの、小遣いで3000円なの。わかった。高級なのいらなくない、別に。いる。全然お小遣いだよ、ちゃん。真剣に書くとき、真剣に書くとき使う。いつも真剣じゃないの。スリカス花びらだって。すごい。え、かわいいです。すごくない？すごいね。桜咲く鉛筆。これすごい。何これ？クレヨン。すごいクレヨン。え、クレヨンあるよ。透明クレヨンだって。透明クレヨン。もうクレヨンに見えない。何これ？クレヨンなの？クレヨン。すごい、かわいい、ね、見て、これとかめっちゃ透明じゃね。うん、すごい。え、普通に描けるの？でも、描くのは普通なんだ。うん、面白い。今のクレヨンっておしゃれなんだね。900円。でも、なんか滑らかっぽい気がする、逆にね。うん、で、汚れないの。あ、手汚れない？すごい。ベタベタはするけど。本当だ。変わってるね。なんだっけ、何これ、かわいそう。キューピーじゃないな。何これ、なんか海苔の蓋みたいな。こういう海苔あった。クエキ。あ、この入れ物。クエキくんだって。クエキくん、何これ。へぇ、色がすごい。ちーちゃん、これあるよ。厚紙。あ、 あとこっちはめっちゃ色々。30円だって。これかわいくない、うん、お手紙用。うん、そう。誰に書くの？これ何、学校にあるんですか？これじゃない、教養で使うの。意味、これ使ってない。こっちが書いてる。
これホルダーだけ売ってて、自分でこう好きな色を選んで自分でこう入れるんだけど、好きな3色を作れたり5色作れたり、すごいこれ可愛い、ね、可愛いね、これすごい、あ、これを入れればいい、うん、だから自分の好きな色を選べる、なんでこれ木のこの色中にほら好きな色入れる、本当全部が角なの、あ、角で消したいっていう感じなの、うん、それ面白い、うん、面白い、薄っぽいこれ、薄っ、何これ、こんな薄いもの消しあったっけ、めっちゃ薄いんだけど、こっちザラザラ、角になりやすいんだよ、うん、あ、これ砂消し、何それ、砂消し、ボールペンも消せるんだよ、へー、ね、欲しいこれ、うん、本当に消せるの、46円、うん、面白いよね、うん、